ットレインです。本日もマリオカート実況でいこうと思います。よろしくお願いします。最初のコースは 150cc のワリオスノーマウンテンと、はい、昨日ね、よいしょ、3周年迎えましたというね、タイトルとサムネの動画を上げたんですけども、たくさんのね、おめでとうコメントありがとうございます。ちょっと待って、一旦ショート化するわ。一旦ショート化して、よいしょ、コメントもね、全部見てたんですけども、よいしょ、もう本当にね、たくさんの方々に、トレッコにね、お祝いしていただいてね、とても嬉しかったですありがとう、本当にみんな。そんなね、僕なんですけども、よいしょ、3周年以降もね、めきめき活動していきますのでね、ぜひこれからも応援していただけるとね、とても嬉しいです。よろしくお願いしますと言ったところでね、よいしょ、それとそうだ、3月3日のね、よいしょ、3周年記念の視聴者参加型のね、よいしょ、生放送も行いますのでね、ぜひそちらも参加してくれるとね、嬉しいです。よろしくお願いしますと言ったところで、実況戻っていきますか。さあ、1位でクラクション持って、コインも9枚で、もうここでね、コイン10枚になるので、まあ、かなり前走る分には強いってところかな。よいしょ、まあ赤コラ飛んできたら苦しいけども、さあトゲゾウが飛んできた、これはぜひともクラクションで消していきたいんだけども、さあジャンプ出して、よいしょ、木に当たらないようにね、気をつけながら走っていきます。さあすごいね、アイテム前で飛んできてくれたから、しっかりとクラクションでトゲゾウ消しつつ前走っていきます。まあここで一発トゲゾウが飛んできたら、まあ2発目よほど速くない限りは飛んでこないと思うから大丈夫だと思うんだけど、さジャンプ出して、さしっかりミニターボも貯めていきます。さ後ろ見て、赤コーラが飛んできてないかチラチラ確認するんだけども、真ん中に置こう、これは真ん中に置き、 OK。 さあ赤コーラがもう一個飛んできてるので、いやー駆け消しできてないか、落ち着いて、いやー3つ目飛んで4つ、まあまあまあ、どの道だな、これどの道食らってるから、さ食らっておいて、5つ目はちょっと勘弁してほしいな。さあトゲゾウ飛んできてるけど、5つ目も飛んできてるけど、1位、よっしゃよし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 、これはもうね、前でずっとね逃げ切ったから、もうトゲゾウ2発目もね、赤コーラ5つ目も逃げ切れたわ、よしということでね、本日も最後までご視聴よろしくお願いいたします。第2レース行きましょう。さあ第2レース目はココナッツモール。ここは最初キノコ引けたら結構簡単に勝てる印象あるけども、いやー緑コーラか、緑コーラだったらまあこのまま走っていきますか。さあ後ろで赤コーラ持ってる人がいるので、しっかり警戒しながらね、いやーちょっとこれ前出られてんのかちょっとわかんないな。そのままとりあえず走っていきますで、さあ赤コーラ投げてくれたおかげで1位躍り出たので、まあこのままガツガツ逃げ切っていきますか。さあ後ろは何も持ってなさそうなので、一旦コインを回収しながら、よいしょ、グライダーでね伸ばしていきます。よいしょ、さあしっかり着地もして、コインちょっとね5枚で少ないけども、後からなんやかんや回収できると思うのでね、しっかりと回収していきますか。ここのコインもしっかり回収する、コイン回収することでね、マシンスピード上がっていきますので、しっかりとね集めていくことが大事になってきます。よいしょ、さあしっかりしっかりと後ろもね攻撃しておきながら、じわりじわりとね離していきます。さあしっかりねミニターボも貯めて、まあ、結構いいんじゃないかな。さあここのコインもしっかりと取りながら、よいしょ、ここもね斜めグライダーで伸ばしていきます。まあ、斜めグライダーっていうのは、よいしょ、ミニターボ解放中やねキノコ使ってる時にグライダーを斜めに伸ばすとね速く走る技のことを言います。さあトゲゾウが飛んできたのでしっかり食らって、いやー2位の人がキノコ持ってるから、もうこの人を争うのはちょっと厳しい気がするな。なんやかんや攻撃当てれたら勝てるかもしれないけど、あなんか油断してる。オッケーオッケー、隙をしっかり見逃さないスタイルね。しっかりと赤コーラを、赤コーラじゃないよ、緑スナイプをね鋭くぶち当てていきまして、さあしっかりとミニターボも貯めてね、もう一回斜めグライダーでしっかりと伸ばしていきます。さあ赤コーラが飛んできてるのでしっかりと防いでいきまして、トゲゾウは多分間に合わないでしょう。よーし1位、オッケーよーし、いやあのキノコ持ちのね、まあ、一瞬の隙もねこう見逃さなかったの偉かったわ。それでしっかり当てれたからね、これはもう1位取れたんだと思うわ。よーし、さあ第3レース目は SFC レインボーロード。まあ、このコース結構ねもう壁がないので、うまいこと落ちないようにしつつね上手に前出ていければなと思うんですけども、これキノコやばい、キノコ使っちゃってもう無理やり前出ちゃった方がなんか強そうな気がするので、もうゴリゴリ前詰めていきますか。さあジャンプ出していいね、バナナ引いたので、おおなんか突っ込んできてくれた、突っ込んできてくれたのでしっかりとね
食わせていきまして、よいしょ、さあしっかりミニターボも貯めてね、コインも使っていきます。さあ初動の競り合い制してうまいこと1位に出れたのは強いけども、さあこっから研ぎ図を食らっちゃうともう一発できつくなってくるので、まあなんとかして、まあ後ろ離していきたいところではあるんだけども、バナさんをちらつかせてるのでこれちょっと前出れない、前出れないというか攻撃できないね。まあ、下手に攻撃すると裏の赤コーラとかでバシバシやってくる可能性もねなくはないのでね、あんま刺激せずに、まあ、2位の人にね防御を固めてもらった方が嬉しいかなと思ったんだけども、トゲゾが飛んできちゃったね。まあこれは素直に受けていきますか。素直に受けてケツつけて、おっとこれはやばいんじゃないのか。うちがブーメラン持ってるからこれちょっと危ないね。あんま刺激しない方が良さそうだな刺激しちゃうとね、おー落下してるいなくなったいなくなったこれはまあ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 ラッキーとしておきますか。さあしっかりとね、よいしょ、ドストに当たらないようにね右端走っていきながら、これはねテレサケアしていきます。まあ、テレサケアっていうのは、まあ、テレサね表のアイテム取ってくるので、まあ、防御アイテムも取られないようにコインを表にして走ることを言います。サッカーコーラも飛んできてないし大丈夫だよね。いいよーチェチェーオッケーいやまあまあこれはまあ多分今の相場2位だったけどもね、まあ1位の人のまあおこぼれをもらったということでね、まあありがとうございますよし、さあ4レース目は66マウンテン。さあどうしようかな。このコースも最近打開コースっていうあれが根付いてきてるので、しっかりと下がっていきますか。下がりますか。よいしょ。打開っていうのはね後ろから強いアイテムを持って一気に上位に食い込んでいく戦法のことを言います。さあ赤コーラ持ったけど、まあ、ここで投げてもしゃあないのでね後ろに捨てて、よいしょ、なんやかんやしていきます。うわー、ここコイン、あの木の位置じゃなくてスターが欲しかったんだけどもね、引けないんだったらもうちょっと止まり直すしかなさそうだね。できればここでもう、よいしょ、スター引いておきたいので、うわ引けないなスター引けないならまあ仕方ないな。もうちょい止まってスター引きに行きますか。多分出てくれるんじゃないかな。ここら辺ぐらいだったらスター出てくれる。オッケー。いやだけどねちょっと遅いんだよな。どうしようかな。このスターを持っていくのはちょっとどうなのかな。でも結構みんな後ろで止まってるから無理に、なんて言うんだろうな、遅く走っても仕方ないので、まあ、これは持っていきますか。まあ、このスターはね2周目の最後の、最後じゃないな、2周目の3個目のアイテムボックスで使うとめちゃめちゃ強いので、そこでね使っていこうかな。待って、なんかトゲゾーが変な挙動してるよな。まあ、絶対トゲゾー変な挙動してたよなわかるぞ、今マップ見てなかったけどなんか明らかにおかしかったもんなさあちょっとねトゲゾーで被弾しちゃった分のコインはねしっかりと回収していきまして、さあみんなここで使ってるけどここじゃないんだよな。ここじゃなくて次なんすわ。次に使うのが熱いのよ。ここで使うのが熱いのよ。ここでここで使いながらショートカットしてイカおいイカはちょっといかんでしょうねイカか。いやーでもねこれ一応イカでも勝てるんだよ。この金キロだけで勝ち切ることはできるんだけど、まあ、サンダー振ったりするとシャレにならないからまあそこだけはちょっとご勘弁いただけたらなってところなんですけども、さあミニターボ貯めていきまして、さあ1位の人はやられてない。トゲゾ飛んできた。まあ次当たらないようにね右端でしっかりとねかわしていきます。さあしっかりとジャンプ出していきまして、バカ何してんの。もう使っちゃおう。もう使って一気に伸ばす。いけ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 。これまさかのイカを持ちながら1位ってことが起きうるのかこれ嘘でしょそんなことがあっていいのかさあコインだからもう何もすることができないねさあしっかりとジャンベースル入れていきまして、いやいやまさかすぎるでしょ。誰がこうやって手にイカ持ちながら1位取るのよいやこれ珍しいと思ったらぜひ高評価押してほしいわさあ5レース目はチーズランド。まあこのコースも打開コースなのでね、しっかりと下がって上がっていければなと思います。さあまあ1位スタートはねそれでもコインがねこうやって3枚初動で取りやすいので、しっかりとねコイン取ってから下がるようにします。さあテレサと日野さんだけどもそんなにいらないので、しっかりと交換しながらね走っていきます。さあ日野1持ってきたけどもそんなに変わらないな。さあここでしっかりとコインも回収して10枚にしていきます。さあ結構1位の人が抜けてくれてるから
まあ、割といいアイテムは出やすそうな気がするけどどうですか。3位でも大きい木の3スター引いてくる。まあ、距離が距離離れすぎてるからね、こういう時ほど強いアイテムはね上位でも出やすくなるので、しっかりとね距離感見ながら走っていきます。まあ、多分この距離感だったらスターもう一回引、おおちょっと待って、スター引けないにしろ金機能はちょっとね3打回避も狙えなくて弱いので、しっかりとね止まっていきます。さあしっかりアイテム回して、ほらほら強いの出るんだよこうやって出るんだけど、いやーこのスターをどこで使うかな、いやー入れとけばよかった、入れとけばよかったシリーズねこれさあまあそれでもね、ちょっと待って、その反射は痛すぎる。まあそれでもね1位が結構離れてくれてるので、まあ打開はねしやすいかなと思います。さあしっかり止まって、ここもねダブルは絶対に、おお危ない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 、何が起きてるんだ、危ない危ない危ない、ちょっとなんかすごい暴れてる人がいらっしゃるんですけど落ち着く。さあこのまあキラーの人は多分ここですぐ使わないだろうから大丈夫として、さあスター入れていきます。まあこの2発目のサンダーは3周目のオッケー、思ってたより早く降ってくれたね。さあこれはもう近畿のでガツガツ上がっていっちゃいますか。周りの人誰もアイテム持ってないと思うのでね、まあとりあえずは安心かなといったところ。さあ赤コーラを投げたいので、しっかりとね、ちょっと待って、赤コーラを投げたいのでしっかりとね危なくないようにしていきます。さあこれで多分ね1位の人はスターとか取りに来ると思うので、しっかりとね警戒しながら走っていきます。まあ大丈夫そうなのでスターも入れちゃって、しっかりとショートカットしていきます。いやこれは強いね。さあしっかりとジャンプアクション出して、よーしチェーオッケーいや思ってたより2発目のサンダーがね早くて助かったわあれで回避まあできなくても、まあ、ミラクル8でなんとか回避できてたらって感じだったからね、まあかなり美味しい勝ち方だわ。よーし、さあ6レース目はカラカラ砂漠、よいしょ。まあここも前は強いけど打開も強いコースなので、まあ、僕はね打開をね狙っていこうかなと思います。さあしっかり止まってアイテムをね回していきます。よいしょ。さあキノコか、キノコそんなにいらないので、ちょっと待って、落としたコインは、ちょやめてやめて、ちょ俺の金がなくなっちゃう、俺の金がすごい削られてるんですけども、さあ一旦落ち着きながら、よいしょ、危ない危ない危ない、バナナも危なくて、さあ前の人が結構抜けてくれてるから一旦ここでコイン取りに行きますか。よいしょ、おお危ない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 危なす危なす、一旦キノコ捨て、キノコじゃないミドさん捨ててちょっとだけ前詰めていきますか。さあかなり1位が離れてるので強いアイテム出やすいんじゃないかな。うわ金ギノか、金ギノはサンダー回避狙えないので、まあしっかりとね速攻使ってよいしょ処理していきます。さあちょっと前の赤持ちの人がかなりちょっとやらしすぎるんですけど、なんかワンチャン気が狂ってバックスナイプとかされても嫌なので、しっかりとねラインは外しながら走っていきます。さあアイテム回して、おースター引いたか、まあ、まあサンダー引いたならもう早めに打っちゃいますか。なんか回避少ない方が絶対強いので、え強っ、ビルは強くないかこれさあ赤コーラは、あ俺っぽいのでしっかりと入れていきます。さあこのキラーで裏にキロさんとか引いてくれてもいいですけど、どうですか。いやーミドさんか、いやーもうそのブーメラン痛すぎ、さすがに使わざるを得ないね。さあキラーでしっかりとパナしていきまして、いやどうだこれ、危ない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 、ちょミドさんが多い、ミドさんが多い、危なすぎる、すごいすごい、なんかすごい気まずい展開なんですけど、すごく気まずい展開が今起きてるんですけど、サンダー振った、これどうなる、これどうなるんだこれどうなるの。さあしっかりアイテム取って、おおこれは暴れるでしょ、暴れちゃうでしょ、暴れちゃってジャンプ出して、もう後ろは攻撃しなくて大丈夫でしょ、いやちょっと攻撃しとくか、ちょっとだけ攻撃しておいて、どう、いいよーちちオーケーいやなんやかんやあったけどもね、最後に競り勝つのは俺なんですよ、いやはい、ということでね、本日も最後までご視聴いただきましてね、ありがとうございました。この動画がね、少しでもいいな、面白いなと思ったらね、ぜひ、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。それではね、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。